李英隊は中国人民解放軍空軍の軍人、朝鮮族。1928年11月、吉林省通貨県海大茂鎮島安村の貧しい農家に生まれる。小学校3年生の時に家が火事となり財産を失ったため学校を退学した。生計を立てるために通貨委員で働くことになった。日本の敗戦後、 自衛隊の働いていた委員は八祖寺軍に接収される。1945年10月、東北民主連軍に参加。後に、両党軍区営西部第一兵隊委員会計となる。1946年10月、中国共産党に入党。1949年9月、第四野戦軍委員会計だった頃、飛行員の募集に応募。採用されて、 朝春空軍学校、あずカ藩に入学。1951年に朝鮮戦争に参加。中国人民志願軍空軍第4師、第12弾の領幸主任、第1大隊長を歴任。F-86 を4機撃墜し、空中、広し勝つと称えられた。北朝鮮政府から第2級自由独立勲章と第3級国旗勲章を授与される。 1955年1月、中南軍区英雄模範大会に出席し、第2級工作模範の称号を授与される。同年3月、第1回空軍英雄模範に当選。以後、航空団長、副市長、市長、副軍長を歴任。1975年、武漢軍区空軍司令員。1978年、第5回全国人民代表大会代表。 1982年11月、空軍副司令院。1988年、空軍中将。第7回全国人民代表大会代表。1993年、第8回全国人民代表会議場務委員会委員。1998年、第9回全国人民代表会議場務委員会委員。中国、チェコ友好賞主席、中国、 マレーシア友好省総副主席、中国、韓国友好省総委員、全国人民代表資格審査委員会委員、中華民族団結進歩協会副会長を務めた。2015年10月5日午後8時40分、北京にて病死。10月9日午前に、北京市八方山上がり議官東来堂で、告別式が行われた。ありがとうございます。